デカです。ブーです。デカ&ブーです。よろしくお願いします。本日の動画は何ですか？何ですか？痛い。何ですか？今日はですね、束縛から抜け出す方法です。私たちは8年付き合って結婚したんですけど、結構昔はねやっぱり束縛とか嫉妬とかすごかったわけですよ。そういうのをどうやって乗り越えて夫婦になったのかっていうねお話をしたいと思います。お願いします。最近私全く嫉妬しないじゃん。確かに、なんでしなくなったの。本当に逆に嫉妬してほしいって言うぐらいじゃん。嫉妬しないの、あえて嫉妬させようとね。うん、全くしないけど。してくださいよ。それはね、本当にもうシンプルなんですけど、もう相手のことを信頼するか、自分がその相手のこと以外に趣味を持つかのどっちかしかないなって思ったの。そのまず嫉妬しないようになるには、信用するっていうのが本当に大事で、信用してないってわけじゃないってみんな言うと思うんだけど、私もそう思ってたんだけど、やっぱり結局誰と LINE してるんだろうとか、誰とどこに行くんだろうとか、そういう心配って相手が何するかわからないっていう不安から来てるじゃん。ああ、なるほどね。そうそうそう。だから結局そこを完璧に信用できるようになれば、もう相手がどこにいても何をしてても気にならないの。そう、もう別にどこにいても大丈夫って思えるぐらいの信頼があるからこそ今嫉妬とか全くしないわけ。なるほどね。信頼してくれてるわけですか。そう、だからそれにはもう、信用するっていう努力も必要だし、もちろん相手の信用させるっていう努力も必要なの。確かにね。デコちゃんの場合はそれを今までやってきてくれたからこその今がある。ああ、信頼するに値するデコであったってこと。そう、だから女の子と LINE したりとか、そういう心配要素とかを全く作ってこなかったからこそ、今信頼できてる。男友達か女友達とか多いタイプもいると思うんだけど、デコか、結局どっちかがそれだと、気にならないならばいいけど、気になるタイプだと難しいんだよね。私は多分女友達が多くて、女の子と泊まったりとかするようなバカだったら、私は無理だと思う。でも例えば女友達がデコを男として見てなかったとしても、無理なわけでしょ。一緒に寝お泊まりに行ってる時点で一緒にお泊まりする意味もわからないし、それを彼女、彼氏がどっちかが嫌って言うんであれば、なんだろう、パートナーの嫌がることをするっていう意味がわからない。確かにね。そこまでして、じゃあ彼氏彼女に嫌な思いさせてまで、友達と泊まることを優先するのね、あなたはって思うよ。だからそこはね、どれだけ信用できるか、信用させてあげられるかのお互いの努力の具合だと。だから昔はさ、ほら LINE とかも本当に嫌だったんだけど、もう今8年だけど、もう 4,5 年ぐらいからもう全く気にならなかった。本当。だから最初がやっぱり難しかった。だから信用できるまでの 1,2 年が結構きつかったなと思う。きつかったというか、自分の束縛心との戦いだった。むーちゃん、むーちゃんだよね。むーちゃんの携帯。あーちゃん。そう、だから、付き合って 1,2 年が自分のその束縛心とどれだけ向き合えるかというか。そうだよね。そう。あともう一つが、パートナー以外との時間に好きなことを作るっていうのがめっちゃ大事。めっちゃ。めっちゃ。これはね、もう遠距離の時にすごく思ったの。遠距離の時2年間ぐらいあったんですけど、もうね、やっぱり最初はもう会いたいし、心配だし、もう寂しくてしょうがなかったの。でもやっぱりなんだろう、自分の好きな時間だったり、なんだろうな、他のね、趣味を作るっていうのがめちゃくちゃ大事で、そうすると相手のことを考える時間がもう本当に自然にいい感じに減るの。そう、だから常にやっぱり 100% 相手のことを考えるっていうのもいいけど、それだと結構自分がしんどくなるのね。そうだよね。今何してんだろうとかって。そう、会いたいなとか。だからやっぱり趣味を何個か作るとそれが20、20、20とかになるから、すごくいい。なるほど。私めっちゃ多趣味じゃん。そうだね。そう、だからね、遠距離時代の時もやっぱ会えない時間は家族と旅行行ったりとか、
本当に自分の趣味の時間が多かったから、うん、もう常に会いたいっていう気持ちは抑えられて、うん、で会った時は思いっきり楽しんでみたいなのができたんだと思う。どう？結構デコちゃんもさ、遠距離時代やっぱバイトに勤しんでたじゃん、うん、だってね、やっぱ会えない時には働こうみたいな、うん、そう。多分遠距離でさ、うん、デコも不安なこととかあったじゃん、うん、けどそれもやっぱりバイトとか頑張ってたからこそうまく分散されてたというか、バイト、学校、私との時間、うん、友達と遊ぶ時間とか、うん、うまく。そうだね、付き合って最初の頃ってやっぱり 100% になっちゃう。もう好き好きってね。そう、パートナー 100% になっちゃうんだけど、うん、それが多分付き合っていく年数が増えるうちに、うん、うまくいい感じになるの。マイナスなことじゃなくて、うん、パートナーとの時間、趣味の時間、好きな時間とか、本当になんかいい感じにね、割合が分散されて、うん、だからこそなんか嫉妬とか、うん、そういうのもね、なくなるかなって思ってきた。こうなっちゃうからね、例えば。そう、そうなの。これこうね、なっていくことでさ、そう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 、視野広くね。なんか私もさ、本当に付き合った頃はさ、野球部で会えなかった。うん、なおさらめっちゃ心配で、だからその学校のことをね、仲良くしてるのとか LINE してるのとかもすごい嫌だったし、うん、私以外の女の子と LINE しないでってぐらい、ね、本当に嫌だったし、うん、Twitter フォローとかもインスタフォローとかも嫌だったし、うん、で大学生になってからもサークル入るのは絶対嫌だよって言ってたし、うん、本当に束縛自分でも面白いぐらいすごかったなって思うんですけど、ね、よく耐えたというか、うん、乗り越えたなって思うぐらいなんですけど、なんか遠距離2年乗り越えたっていうとさ、うん、すごいって言われるんだけどさ、うん、もう最初は本当に私たちもやっぱり喧嘩だらけでしたよね。会えてないからね、会えない不安がね。でせっかく会えてもさ、うん、やっぱその喧嘩したことでまた喧嘩しちゃったりと、うん、別れたことはなかったけど、うん、本当にね、喧嘩はすごいしたよね。したよね。やっぱり主にそういう束縛とか、うん、そういうことで。そうだね、それがね、うん、今思い返せばすごいしょうもない喧嘩だったんだろうけど、しょうもないし、なんか可愛いなって思うんだけど、うん、やっぱその時はね、本当にお互いの思いがね、うん、嫉妬することによって喧嘩しちゃうんだったら、うん、もうそういう嫉妬心から解き放たれたいって。なんか羨ましかった、そういうパートナーに対して嫉妬しない人、うん、だからそう今ね、もし、うん、この動画を見てくださってる方の中で、うん、自分の嫉妬とね、辛いって思ってる人がいたらね、うん、ちょっとでも参考になればと思って。そうだね、もうそういう人いっぱいいるから大丈夫っていう、うん、私なんて本当に束縛期だったから、うん、全然あなたの嫉妬は可愛いもんだよって言いたい。本当だね、体験者が語る。もっとなんかね、具体的な事例をこう伝えたいんだけど、なんか意外と思い出せないわ。なんかそういう嫉妬関係のさ、喧嘩ってさ、だいたいデコの嘘から。あのね、本当にね、性格いいんだけど、うん、なんかたまに本当しょうもない嘘つくんだよね。しかもすぐバレる嘘、ね、そう、あのサークルの、サークルも関係も嘘から始まったよね、なんか、うん、なんだっけな、なんか嘘ついて行ったんだよ、なんか、なんかね、サークルに行ったりとか、浮気して嘘つくとか、そういうタチの悪い嘘じゃないんだけど、うん、なんでそこでなんか嘘つくんだろうっていう、しょうもない嘘ばっかりつくの。友達とご飯行ってたのに、うん、家で一人で食べてたみたいに言ってたことあったしね。あ、友達と行ったのにね。そう、そうそうそう。なんか男友達と遊ばれるのも私嫌だ。あ、そう、そう、当時男どもダメだったから、男と行くっていうのもあんましこう言えなくて、どうせダメって言われるならじゃあね、嘘ついてバレねえしと思ってさ、うん、友達とディズニー行くって言った時があって、大学生の時に、うんうんうん、私となかなか会えないし、大好きなディズニーだって我慢してるのに、うん、なんで私のいないところで友達とワイワイディズニー行くんだろうって思ってすごい嫌だった。でも私の嫌なところって自分でも分かってるんだけど、うん、何々しないでっていうくせに自分はするんだよ。確かに遊びには行くよね、そんなのこと。友達とディズニー行きまくってたし、行くし、家族とも旅行行きまくるし、そう、なんか遠距離時代は特に嫌だった。なんか会えないじゃん、会えないし、会うのにお金がかかるから、うん、そこのためにお金を貯めてほしいって思った。デコには。そう、だってバイト代じゃん。まあね、うん、あ、でも振り返ると楽しいですよ。面白いね、多分もっと、あの、思い返すともっと出てくるんだけど。もっとあるよ、多分。ちょっと多分終わらないから。終わらないよ、そろそろ3時間ぐらいの動画になるよ。
だからね、私以上にこんな嫉妬で醜いモンスターはいないからね、うん、安心しておいて。確かにね、その自分は、うん、待って、こんな嫉妬しちゃうんだって思うかもしれないけど、うん、そんな時はもう私のことを思い出してほしい。束縛モンスターが、そう、束縛モンスターいたわって思ってほしい。でもね、今はね、こんな寛容な、そうだよ、寛大な、ご飯も行ってきていいよって言うし、昼ご飯行ってきたんだって言っても、うん、何食べたのって聞くし、なんとも思わない。デコは寂しがるけど、うんうん、私はすごい楽。それはもうね、120% 信用してるから。で、それを叶えてくれたのは、信用させる努力を今までしてきてくれたデコちゃん。よく嫌になんなかったね。いやー、確かにね、なんだろうね。すごい、でもずっと好き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 じゃん。そういうその嫉妬されたことに対してさ、それもなんか愛おしいなと思って。別に嫉妬されることは嫌だ。職場機も本当に嫌だったよ。本当？これ言っていいのかな、うん、な友達とも喧嘩したよ。友達がなんか、うん、デコの彼女束縛激しいよねみたいなの言ったんだよ。あ、で、それが LINE かでなんかで言ってて、デコと話してたんだよね。そうやって、で、それを私が見ちゃったから、うん、はと思って、なんでそんなこと他人に言わなきゃいけないのと思って、うん、その友達とちょっと言い合うっていう、ね、しかもそのあーだこうだ言ったのをさ、デコも見られちゃうからいけないって隠さなきゃ。だって嫌な気持ちになるの分かるじゃん。あれ、それは自分のデコのせいとかあるか。デコのせいでしょ。デコのせい、デコのせいでもある。デコのせいでした。そこ、ま、もともとそう。というわけでね、うん、今は本当に仲良くやってますけど、うん、何年か経ったら笑い話になるっていう。そう、笑い話。ちょっとなんか見返したくなった昔の LINE とかさ。ある。今度会ったらやろうか。ちょっとね。では、この動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。